ジェームズ・フランシス・スティーブンスジェームズ・フランシス・スティーブンスは、イギリスの昆虫学者、博物学者である。12巻のイギリス昆虫図鑑や、イギリスのカブトムシの手引きの著者として知られる。ウェストサセックスの海岸の町、ショア・バイ・シーに海軍士官の息子に生まれた。海軍の有力者のおじの恩恵を受けて、海軍の事務職員として1807年から1845年まで。 働いた。学生時代から自然科学に関心を持ち、1808年にはイギリス動物の目録を作った。1815年にはロンドンディンネ協会のフェローに選ばれ、1826年にはロンドン動物学会のフェローに入れた。1815年から1825年の間は鳥類学の分野で貢献し、大英博物館の学芸員、 ジョージ賞の著作に貢献した。1818 18年から大英博物館の学芸員、ウィリアム・エル・フォードリーチの助手として、博物館の昆虫の整理のために仕事を離れることを承認されていたが、後に海軍の上司と問題が起こり、海軍を退職した。その後は無給で博物館で働いた。イギリスの2800の昆虫の種を記載した。 1833年に設立されたロンドン昆虫学会の設立者となった。スティーブンスの昆虫標本は没後、大英博物館が購入し、スティーブンスの昆虫学の文献は、ヘンリー・ステントンが購入し、昆虫学者に公開した。これらの文献の目録は、ステントンによって、ビブリオテカ・スティービン・ジーアナとして出版された。スコットランドの博物学者、 ジェームズ・レニー、ジェームズ・レンニーとは、著書の図版の盗用をめぐって、裁判となり、訴訟費用で出版から得られた利益を失った。イギリス昆虫図鑑は、同時代の昆虫学者、ジョン・カーティスの著書、ブリティッシュ・エントモロジーと競合することとなった。イギリスの昆虫の名前、分類などをめぐり、二人は30年間にわたって、激しく対立した。チャールズ・ダーウィンは、学生時代、 昆虫の収集を熱心に行い、標本をスティーブンスに送り、イギリス昆虫図鑑に、キャプチャードバイ、シー・ダーウィン、エスク、などの記述と共に掲載されたことをひどく嬉しかった、ことが、ダーウィンの自伝に記されている。イラストレーションズ・オブ・ブリティッシュ・エントモロジーは、A 子のプシス・オブ・インディジェナス・インセクツの図版。ありがとうございます。